演武開演。どうも皆さん、以前紹介したピタヤというメーカーのスムージーを覚えていますか？それは詳細はこちらから見ていただくとして、今日はそのピタヤさんから新たにこちら、ピタヤドライフルーツ、ドライフドーンフルーツがチップスになって登場したので、こちらも食べてみたいと思います。スムージーは甘酸っぱくて美味しかったけど、チップスはどうなのかな。結構大きいです思ったよりも。ではいただきます。思ったよりずっと厚みがありますね。チップスが思ったより大きくて分厚くて、カリッと歯ごたえがあって、その歯ごたえのあるチップスを噛みしめると、ドラゴンフルーツの甘酸っぱさが口中に広がって、とっても美味しかったです。スムージーとはまた違う美味しさがありました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。何かに使ってみて、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。